皆さんこんにちは、中島ナビ塾の中島です。この動画は私が開発した速読法、30分で本を読んで2分間紹介するポストイットリーディングを実際にこの動画の中で用いて本を読んで紹介していきます。ですね、ちょうどここ今西日でして、眩しいです。いつもちょっと、光具合違うんですけども、まあそこら辺ご容赦ください。今日ご紹介するのはこれです。はい、その悩みなんだっけ、哲学者がすでに答えを出していますと。あですね、本屋さんで見かけまして、まあやっぱりアマゾンも大事ですけど、やっぱちゃんとした本、ちゃんとしたっていうか、その本屋さん、大事だなっていうふうに思います。すごいいいタイトル、キャッチーなタイトルで、あ、これはぜひ読まねばと思って購入しました。はい、では早速30分で読んでいきます。ですね、まあ、時間早いんですけども本の紹介の方に移ります。はい、今日ご紹介する本は小林翔平さんの、その悩み、哲学者がすでに答えを出していますです。一言で表すとですね、知識の裏打ちの本です。最適です。まあ、裏打ちって何っていうと、まあ、プラモデルの言葉なんですけど、要はですね、削っていくと、プラスチックこういう風になってなくなっちゃうので、その裏側にパテを持ったりして削ってっても、その抜けないようにするためのことを裏打ちって呼んでる、プラモデルの場合は呼んでるんですけど、知識も同じでですね、前に立ったりするといろいろその知識量を試される時があります。なので A イコール B のような形で覚えていると、すぐ抜けちゃう時があるんですね。要は質問に対して適切な回答が出せないとか、そういうのがあります。なのでそれを防止するために常に学び続けること、知識を増やしていくことっていうのが大事なんですけど、それに対してですね、まあ、この哲学者、いわゆるもう古典ですね、もう昔から言われている、まあ、ここ裏側にはすごい情報量なんですけど、まあデカルトであったり、ショーペンハウアーであったり、ハイデガーだったり、私も名前は知ってるけど中身知らないっていうのも正直あります。だからそういったその、過去 の、 その、偉人って呼ばれてる人たちの、本からその問いかけに対してどんどん、著者が回答していく、その哲学者の本の言葉を借りて回答していくっていうものなんですけども、すごいいいですよね。知識増えます確実に。でまたですね、参考文献の量がもう本当やばい、すごいですね。ざっくりこんな感じです。わかりますかね。普通の本でのもう10倍とかそのぐらいのレベルだと思います。そのぐらいもう、最後にですね、あんまりこういう紹介したくないんですけど、こうやっておすすめの本、その、哲学者の本、書いた本であったり、まあまあ参考的な本だったりとか、その人に関わる本っていうのが常に紹介されていてですね、はい、です。書かれているので、ですね、まあ、学校関係者、やっぱ、前に立つ人間はもうこれを読んどかないといけないぐらいのものだと思っております。で、またですね、やっぱ講師業してる方とかも必要でしょうし、できればですね、親御さんとかでもこういうの知っておくと、あと子供さんに対して適切に対応できるかなというふうに思います。で、特にですね、今日私の一番のヒットはですね、デカルトの方法呪説っていう本が紹介されていまして、ですね、私もデカルトは知ってたんですけど、そこまで読んでなかったっていうことを、今回初めて気づきまして、これはいかんなと、ちゃんと読まなきゃだなと。要は、我思うゆえに我ありっていうのは知ってたんですけども、ただそこで止まっていたなっていうことを教えてくれたので、改めて読んでいこうと思いました。ですね、まあおすすめです。これぜひ読んでいただきたい。ただ普段読み慣れてない方とか、小学生くらいだと正直難しいかなと思います。
いつものようにですね、動画詳細のところに Amazon のリンク、貼っておきますので、ご覧になってぜひ読んでいただきたいなと思う一冊でした。はい、今回の動画はこれで終わりにします。ぜひですね、動画の高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。